ファイルの拡張子を表示させる方法を解説します。まずは、リボンを展開します。表示タブをクリックしてください。ファイル名拡張子にチェックを入力します。ファイルの拡張子が表示されました。拡張子を表示したくない場合は、チェックを外します。以上で、ファイルの拡張子を表示させる方法は終了です。